どうも、いつも楽をしたいゲーム配信者、タカオヌスです。今回、お祈りルーレットで新規が増えたと思うので、その中の当たりキャラ、レミリア・スカーレットの解説をします。以前も動画を出しておりましたが、音質とクオリティが微妙なので、今回は再度ブラッシュアップして投稿しました。レミリア、初期キャラにもかかわらず、未だに現役で使えます。簡単に言えば、効果力と味方のサポートを両立できる、まさに技巧式にふさわしいキャラです。まずはステータスから、速力と陰攻が高い速攻で攻めるキャラです。攻撃前スピカ効果にデバフもあるので速力の高さはありがたいところです。反面耐久にやや不安で体力と要望の低さには注意です。気質を見たところレミリアは弱点が3と多めです。原作の設定を意識したのでしょうか。非属性使いなのに同じ非属性弱点はなかなか滑稽ですが、能力は不利属性から受けるダメージを緩和できます。そして結果以上毒斬りを無効にできますが、こちらに関しては味方というより駒島のボスとして出てきた時のメディスンの毒斬り結界以上ブレイクが効かず厄介でした。スキルはほとんど火力に直結する素晴らしい性能となっております。まず魔力増強ですが、こちらは最大陰攻と陰謀を2段階上昇します。そして悪魔の眼差し、こちらは単体ですが最大で相手の回避と陰謀を2段階ダウン、デバフなので味方の火力増加にもつながります。そして運命操作、こちらは最大で命中率3段階上昇です。レミリアは回避ダウンと命中率上昇両方使えるので、まさに敵を逃さない技巧式的なキャラですね。特性は上2つまでは優秀です。特性1のカリスマはウェーブ開始時に陰謀を1段階下げるありがたい特性です。 35% と発動率はまあまあです。検証には非常に困りますが、特性に大きな血は 50% という確率で被弾時に陰攻を1段階上昇します。レミリアの耐久が低めなのであまりグレイズなし被弾はしたくないですが、泥仕合になった時は有効です。そして解放してませんが特性3の吸血鬼体質、こちらはターン開始時に霊力を 0.75 上昇しますが確率が 15% と低めです。昇格素材は初期キャラらしく技巧式に必要なものだけを消費するので割と昇格しやすい部類です。必要金素材の詳細はこちらです。チェンジ連携はアタック連携です。連携ボーナスがある妹であるフランドールとの相性は良く、パワー連携で前に出て霊力 1.50 上昇、レミリアが後ろに下がるときはフランとは連携ボーナスありなので陰攻、陽攻、クリティカル命中、クリティカル攻撃力各2段階上昇となります。フランは破壊式得意のクリティカル命中、クリティカル攻撃上昇を上乗せされ陰攻も上昇できます。フランのスキルに陰攻上昇がないためこの恩恵は大きいです。他にもボーナス付きで相性が良いキャラは駒間組のこちらのキャラになります。ショット、スペルカード共通して命中率 75%、 クリティカル率 5%、 ブースト追加型は113型です。まずは拡散ショットから、こちらは全体攻撃陰気よりブースト追加で体力吸収弾がつきますが3ブースト必要なのであまり使用機会はなさそうです。次は集中ショット、こちらは単体攻撃陰気よりブーストで人間特攻がつきます。人間特攻の対象はこちらです。初期キャラの宿命化、全部無属性で追加効果も地味な特徴です。スペルカードは全て優秀です。まずは不夜城レッド、こちらは全体攻撃陰気よりメイン弾幕が無属性陰気レーザー弾です。ブースト追加に人間特攻がついています。攻撃前スペカ効果は陰謀陰攻低下です。星5覚醒でも2段階確定にならないのは残念ですが、速い速力を生かして先制して全体陰謀デバフをばらまけるのが強みです。装備推奨絵札は陰攻上昇するもの、もしくは霊力上昇するものでも良いでしょう。次はスピアザ・グングリム、単体攻撃陰気よりメイン弾幕陰気戦弾、ブースト追加で非属性バレットが追加され1ブーストで非属性バレットが2になるのがポイントです。さらにブースト追加弾幕には妹特攻がついており対象はこちらです。攻撃前スペカ効果は優秀で星5覚醒で陰攻命中2段階上昇します。命中と火力両方2段階上昇はかなり強力です。装備推奨絵札は陰攻上昇させるもので良いでしょう。
グングニル。単体スペルカードではかなり使い勝手の良い部類に入ります。命中火力上昇で全体攻撃耐性の敵に刺さり、さらに非属性弱点ブレイク性能も高いです。次はスカーレットデスティニー。こちらは全体攻撃陰気のみ、メイン弾幕が陰気通常弾です。ブースト追加で非属性バレットのほか人間特攻もついております。攻撃前スペカ効果は敵全体陰謀2段階ダウン、多くのキャラより先制して撃てる可能性が高いので、デバフをばらまいて後続につなげることができます。装備推奨絵札は陰光上昇するもので良いですが、最近味方のサポートで陰光を積むハードルが下がったので、5から6段階以上であれば貫突の血の絆でさらに火力を伸ばすのも面白いでしょう。レミリアですが、スペルカードの左端が全体攻撃なので、3ウェーブフルオート編成にて周回しやすく、防御、回避、デバフによる味方サポート、スピアザ・グングニルによる全体攻撃耐性持ちキラーとしても活躍でき、技巧式でありながら3ブースト時の全体ラスバの火力はかなり高いので、フォーマと火力アタッカーの頭数にもなれます。回避、陰謀デバフ手段も多いので、赤マリサフルオート編成にも組み込めます。主なフルオート1ターンキル編成として小鈴、豊姫、レミリアが鉄板です。陰気アタッカーであれば割と組み合わせは多いので、レミリア、スイカ、小悪魔とかでもいけちゃいます。まあスイカのおかげとか言わないでくださいね。ブースト追加型が113型で扱いづらい部分もありますが、最近防御回避デバフの価値がさらに上がってきました。お祈りルーレットやキャラ確定ノリトでも対象となり、割と入手しやすいので今回紹介しました。今回の動画はこれでおしまいです。このチャンネルでは東方ロストワードをメインに動画投稿していきますので、よかったら高評価チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。